袖の工事さん、波動交換しよう。うん、いいよ。じゃあ俺も。やった、同じグループ。一行さん、ん、アドレスとか交換はしないですかね。住所。高木直美、へっ、ついてこないでくださいよ。待て、便利なもんだな。警察呼びますよ、ついてこないでください。え、うーん、やめろ、やめて。ちょ、お前は彼女が欲しい。いえ、別に。あ、ちょ、ねじりパンをお願いします。一行さんは僕には無理なんじゃないかなと。もっと可愛い系な感じでして、あんな近づくだけで噛まれそうな孤高の狼みたいな人はちょっと。落とせ。拾え。何これ。おっと、で、よし。うえ、いた、やめろよ。何にやついてんだ。気がついてないですよ。私は冒険小説が好きなんです。険しきに挑み、諦めず最後までやり遂げる姿に憧れます。私もそう生きたい。 SF が好きなんです。その感覚、私もわかる気がします。あの、一行さん、おはようございます。片垣さん、もしかして。おいおい、ありがとうございます。僕は一行さんが好きなんだ。交際というのは一人では成し得ないことです。ですから二人でやってみましょうか。あの本、片垣さんが読みたがってた、それ。入りましょう、僕たちの場所に。彼女を元の世界に返す、うん、こうなったのは全て俺の責任だ。俺はもう一度彼女の笑顔が見たかっただけなんだ。一行さん、僕は君が好きだったんだ。じゃあどうしたら。奴を倒す方法はある。グッドデザインで今すぐに。俺を消せ。嫌だ、絶対に嫌だ。二人とも生きるんだ。幸せになれ。俺は幸せだ。
一行さん。やってやりました肩書きさん一行。